今後問われていくのは国民同士の連帯感の持続であります。被災地は継続的な支援を必要としています。すべての国民がこれからも復興の当事者であるということをぜひ自覚をしていただきたいというふうに思います。政府としても徹底的な情報開示を通じて国民の信頼回復に努め、国民同士の助け合いの心をつなぐ環境整備をしていきたいと考えております。がれき公益処理は国は一歩も二歩も前に出ていかなければなりません。震災時に助け合った日本人の気高い精神を世界が称賛をいたしました。日本人の国民性が再び試されていると思います。がれき公益処理はその象徴的な課題であります。すでに表明済みの受け入れ自治体への支援策、すなわち処分場での放射能の測定、処分場の建設、拡充費用の支援に加えまして、新たに3つの取り組みを進めたいと思います。まず第一は、法律に基づき、都道府県に被災地のがれき受け入れを文書で正式に要請するとともに、受け入れ基準や処理方法を定めることであります。二つ目は、がれきを焼却したり、原材料として活用できる民間企業、例えばセメントや製紙などでありますが、こうした企業に対して協力拡大を要請をしてまいります。第三に、今週、関係閣僚会議を設置し、政府一丸となって取り組む体制を整備をしたいと考えております。